ビルヘルムスタールの戦い、またはビルヘルムスタットの戦いは7年戦争中の1762年6月24日、フェルディナント・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル率いる、イギリス、プロイセン、ブラウン・シュバイク、ヘッセン・カッセルの連合軍がスービーズ港を率いるフランス軍に勝利した戦闘。フランス軍がまたしてもハノーファーを脅かしたため、連合軍はフランス軍の近くを降軍して、 フランス軍を包囲、撤退させた。フェルディナントにとっては、パリ条約により戦争が終結する前の最後の、開戦となった。フランスは1757年以降何度か、ハノーファーの進行と占領を試み、それをイギリスに占領されたフランス植民地と交換しようとした。フェルディナント率いる連合軍はそれまでの試みをすべて、くじけたが、 1762年には戦争の終結が近づいたため、フランス軍は最後の試みとして再度進行し、フェルディナント軍を撃破しようとした。フェルディナントは進軍して両側からフランス軍を攻撃、包位に近い陣形を取った。イギリス軍が、ショワズール博率いるフランス軍中央部を前後から同時攻撃して1500人の損害を与えて、数個連隊を降伏させた。 結果は、連合軍の勝利であった。フランスがハノーファーを占領しようとする最後の試みは、くじかれ、結局停戦とパリ条約締結までフランスは、ハノーファーを占領することができなかった。連合軍はそのまま進軍して11月に、カッセルを落としたが、その頃にはすでに予備条約が締結されて、対局に影響を及ぼすことはなかった。ありがとうございます。